たくさん砂っぽく砂を周り持ってきてと思ったんですけど、カルシファーがいたところですね。もうちょっとこれ視聴者の皆様おはようございます、吉高です。キューブクリエイター 3D まだやってんのかと思われるかと思うと思うんですけど、まだ私的にはちょっとやりたいことがいくつか残ってるので、ちょっとね作業が滞っててなかなかお伝えできなかったんですが、今回ですね何をやっているかと言いますと、ちょっと待ってたね、いつ襲われたこれ。食べる、お腹がいっぱいです。はい、でですね、ちょっと前回ツリーハウスを作ってたんですが、あのツリーハウスで何がやりたかったかっていうと、私ジブリのアニメ好きなんですけど、あれどんどんニョキニョキ大きくさせていって、ハウルの動く城を作りたかったんですけどね、作りたかったんですけど、まあ、実際どのような形になったかと申しますと、お腹いっぱいです、出たまんまだな、ちょっと待ってね、掘るかどうかわかんない。で実際どのような感じになったかと言いますと、こちらです。全然ダメじゃない、ハウルの動かない城ですね。どんどこ木を生やしていって大きくはしたんですけれども、あ、ちょっと待って、私どこにいるの今。落ちてる。で、あのシーンを作りたかったんですよ。何でしたっけ？ソフィーが、おばあちゃんになったソフィーが一緒にこう、降りてきて、湖の近くでお茶をするシーンが好きなので、あれをやりたかったんですけど、もう全然白っぽくないし、なんか襲ってきてる。ちょっと待って。よいしょ。どこにいるの？あ、豚の。なぜか私のマップは動物があんまりいないので、動物に出会うこと自体が難しいんですけど。でですね、劇中のこう、こまごましたところをね、再現したかったんですけど、もうこの本当、キューブだけなので、階段とかがないんですよね。本当にこの箱だけで、作るようになってますんで、ちょっとこれ一応最初ソフィーが城に動いてる城に動いてる時に飛び乗るんですけど、確か後ろからね扉がついてね、扉開けたのか、こう後ろをね走ってるのをこうバーッとね飛び乗ってきて開けて入るみたいなしたかったんですけど、まあチャチですよね。いろいろこうこねくり回して何回も作り直して、だんだん分からなくなってきたんで、もうここで一旦作業止まってるんですけど、ハッピーホームデザイナーしながら3クリエイターキューブクリエイター 3D をやってるっていうね、カオス具合にちょっと耐えられなくなったんで。でですね、実際はもっとこうたくさん砂っぽく砂を周り持ってきてと思ったんですけど、カルシファーがいたところですね。もうちょっとこれもうほんと拙い感じになってしまって、もっといろいろ作り込みたかったんですけど、ここにもねテーブルを作って、キューブだけでやるとね、最初にすごい巨大にしなければハウルの城にならなかったんですよね。これだったらあのニコニコプンのあの大きい大木のおじいさんとかにすればよかったですよ。なんか収集がつかなくなって後から生やしてるからもう窓ですらないみたいな。で一応こうどんどん上には上がっていけるようになってるんですけど、本当はもっとたくさんねハウルの部屋とかがあったのでお部屋を作りたかったんですけど、キューブの種類の少なさにちょっと断念してしまいまして、ね、床もなるべくこうこれ全部生やしたんですよ。空中に木をどんどん生やしていって、
であのこの辺も全部湖にしたかったんですけど、クリエイティブモードでやらなければサバイバルではちょっと大変なことになるなっていうことで、動く城はマインクラフトでやった方がいいかもしれないですね。ものすごいいい景色で作れそうな気がします。できれば PC 版でモッドとか入れてやりたいですね。なのでまだちょっとちょこちょ こうお部屋を増やしていきたいんですけど、生やし方がちょっとカオスだったせいでもう原型が分からなくなってます。落ちたら死にますね。あ、怖い怖い怖い。あ、これこっちだ。危ない危ない危ない。もう自分ですらその部屋の所在が分からなくなってるっていうカオス具合ですね。なので全部キューブっていうかブロックなので、曲線を出すのが非常に難しかったんで、元のサイズをでかくしなかったら無理ですね。もっと大きくないと動く城はちょっと動かない城ですけど、あれを再現するのはちょっと困難を極めますね。一応ねこの、 あのテラスのシーンとかがすごい好きだったんで再現したかったんですけど、ものすごい中途半端な感じになってます。周りを切り開いてね、まだまだ。これでもアップデートとか来てくれたら結構面白くなりそうな気はするんですけどね。このキューブクリエイター 3D でしかできないアップデートをアークシステムワークスさんにしてほしいなと思います。切実ですね。せっかくねお金出して買ってるんで、もっと楽しみたいです。もっとできることを増やしていただけたらなと。ここで言ってもしょうがないですけどね。ああいうふうにこうちょっと地形的にも面白いとこいっぱいあるんで、これちょっともっと部屋を増やして、パーツも増やしてね、このスチームで動いてるみたいなパーツいっぱいありましたんで、パーツ増やしてお部屋増やして、またちょこちょこ作業していきたいと思います。おっと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 、これね、どん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 上上がってね、ここが、あ、ここで工事止まってますね。これちなみにどういったことをやってたかっていうと、土を持ってきて、でこうやって自分が作りたい床の面をちょっちゃかちょっちゃかこう埋めていって、作業自体は結構楽なんですけど、また降りて全体像を見てってやってたらすごい時間かかっちゃったんで、でもうここ先に生えてますけどね。これちょっと撤去しとこうか。ある程度ちょっと刈り上げて、ここも刈っとこうか。ここもちょっと刈った、この面を剪定してからの、よいしょ、で苗木をほってやるわけです。でちょっとどいとくと生えるね。なんて育ちがいいんでしょう。でこれをよいしょ、またこのように、今のところ取らんでもよかったかな、こういうふうに刈り込んでいって作るということの繰り返しですね。なのでブロック積み上げていくよりははるかに楽ではあるんですよ。勝手にニョキニョキ生えてくれるんで、あと必要なとこ削るっていう作業でよかったんで、楽っちゃ楽なんですけど、調子こいて植えまくってるとちょっと形がおかしなことになる。あぶね、ちょっと 上を通りますよ。上を通って振り返ると全部、あ、これ音が気持ちいいんですよ、音が。なのでそれでニョコ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 、あ、ごめんなさい、今ちょっとカメラさせてね、直撮りでごめんなさいね。こんな感じで削って部屋に侵入するっていう、ちょっと、なのでこの木は全部また炎とかふんだんに、ね、使えますし、どん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 その
このツリーハウスの中だけである程度自給自足できちゃうっていうすごい家づくりなんですよね、よく考えたら。なので、ごめんなさい、ペンが落ちたわ。なので、そういうふうに遊んで、どこまでこの建物を拡大できるのかっていうのもちょっとやってみたくはありますね。よいしょよいしょ。苗も自給自足。もうツリーハウスの中だけで生活できるんじゃないかって感じですね。リンゴも取れますしね。で、こんな感じで。これやってると、ちょっと全然的外れじゃねえかって言われるかもしれませんけど、バーバーパパの 今もあるんでしょうけど、絵本のね、もう自分たちでいろいろ変形して、なんか、できちゃうみたいな、バーバーパパのシリーズを思い出しますね。自給自足できちゃうって。ここで全部できちゃうみたいな。賄えちゃうみたいな。自給自足っていうキーワードにちょっと弱いっすね。好きですね。マイクラにしても動物の森にしても自分で自力でなんとかするみたいな。生きてるみたいな。実生活とあんまり変わらねえじゃねえかって話なんですけど。これ以上リンゴは持てません。残念ですね。もっと持ててもいいと思いますけど。というわけで、ハウルの動かない城の中で自給自足をしているというお話でした。いかがでしたでしょうか。キューブクリエイター 3D はですね、もうちょっとアップデートされたらやり込みたいなところたくさんあるんですけど、現状ではキューブだけではちょっとやれることの範囲が割と狭まってますので、この木の生え方だけがマイクラと違ってすごい独特だったんで、これを利用してツリーハウスを拡大してますというお話でした。これまたちょっと一時して作業進んだらまたなんか動画にもしたいなと思いますし、これからちょっとハッピーホームデザイナーの方にちょこちょこ WiiU の方にもですね、動画作りをしたいなと思いますので、よろしかったらまたこちらのチャンネル遊びにいらしてください。ナイスビュー、ナイスビュー。いいですね。別に高いとこ好きってわけじゃないですけど、こういう景色好きですね、上から。動物いないんですよ、このマップ。なんかいる。違うのか、あれは。クマしか出会ったことないですけど、そういうわけで、キューブクリエイター3はこれで一旦、もう第1章終わりますみたいな感じですね。ハウルの動かない城作りをぼちぼちやりながら、また 3DS のゲームをちょこちょこご紹介したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。吉高がお届けしました。失礼します。ナイスビューで失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルは私吉高が苦手な FPS を克服するために遊んでいるコールオブデューティーシリーズをはじめ、コツコツやってるマインクラフトや iOS のゲーム、3DS のゲームなども公開しております。また見に来るかもと思う方はそちらの赤いアイコンからチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。